ただし私はボスに挑む前にはぐれ妖精を全部集めたいけど、今回まだ一匹も集まってないけん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回これね、はぐれ妖精7匹、まあ、全部で15匹やけん約半分集めたということで、さあここからどうかな、今回15匹いけるかな。まあ、でもとりあえずあれよね、中ボスや中ボス。え、あそっか、まだちょ、ここでハートの回復を。よし、じゃあ行こう。あれ、もうすでにこの状態あ、そっか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 、普通に、なんて言えばいいんかななんて言えばいいんかな、あの、なんて言うん、ロードして始めたわけじゃなくて、普通にやられて最初に戻ったけってことか。そういうことですね。え、今目玉に当てたつもりだったんだけど、え、なんかめちゃくちゃおとなしくない？こんなおとなしかった？え、めちゃくちゃおとなしくない？どうした？あ、なんか近づいてくる。あ、やめて、近づいては来ないでほしいな。なんかおとなしいけどめちゃくちゃゆっくり近づいてくる。え、なんかさ、周りもっとその泡飛ばしてなかったね、なんか自主的に泡飛ばしてきよった気がするんやけどな。こんな感じやったっけ。全然当たらねえ目玉に。まだダメ？あ、近い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 。ちょ、一旦でもこの離れ寄る間に多分またあの周りの泡が復活してるんすよね。じゃ、そろそろ目開けて。よし、お、いいんやない、いいんやない。でもあの暴走モードに入った時がね、めっちゃくちゃ難しいんすよね。なんかよっ、あ、なんかちょっと泡飛ばしてきだしたね。なんでこんなおとなしいん？どうした？もしかしてロードしたら最初っからやけど、ロードせずにここからやったらなんかちょっと空気読んでくれる感じ。こいつ2回目やしな、ちょっとやられとくかみたいな。え、めっちゃこれどれぐらい、5回ぐらい当てたら暴走しだすんかな。うわー、暴走、暴走ですね。いやー怖いんですけど。えー、怖いて怖いて怖いて、待って、めっちゃ壁、超壁。今私は自分がどういう状況なんかがよく分かってないけど、これ全部潰せるんかな。いや、普通に復活するかな。あ、でもなんか全部潰せそうじゃない？そんなことない？全然つぶっ、いいいいいい、怖い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 って。あれ、でもなんかあいつ自身の攻撃は当たってない感じがある。もしかしてそんなことない？あれ、もしかしてやけどさ、ああ全部潰したやん、やったー。ってことは、ちょ、なんかめっちゃ暴走しうるけど、こっち向いてこっち向いて。え、怖い怖い怖い。あ、でもこれあれやんね、こいつ体丸いやん、丸いけんさ、こう角っこにおったらあいつの攻撃当たらんやん。え、そういうことよね。
これあれやん、もうなんかゾーンに入ったやろ。なんか怖い怖い怖いあと2回ぐらいかな。この暴走モードに入ってからも5回ぐらい当てたらいけるんやない。怖い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 。一歩でも前に出たら突撃されそうな感じはするよね。ね、ちょっと素早い素早い。てかあの泡って尽きるんやな。ね、絶対無限に湧いてくると思ったんやけど、そんなことないんや。あれっすね、眼球が前に飛び出しとるけんぶつかるとき目閉じとんやねえ、ねえねえ、こっち来て、こっち来て、あ、来たー。え、すごい、やった、めちゃくちゃ楽な倒し方あるやん。イエーイ。ここで何ゲットできるんやっけ。てか回復したいな。ね。ここでゲットするものはもう持っとるものやねん。ですよね。やけん、まあ、ルピーに変換されると。んで、ハートハート。やったー、全回復、イエーイ。やったね。じゃあ、中ボスも倒したってことで、さあ、ここからまた、私は、はぐれ妖精の場所。あれをひねる。オクタロック。ちょっと待って。ユミ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 。10個しかない。10個、10本しかない。で、氷で、ちょい君邪魔やな。これ引き寄せることになるかな。引き寄せはちょっとあれやな。あ、まあ一回普通に飛び込んでいけばいいか。ってことで、ちょっとね、ちょっと一旦戻りまして。正面。そして君だ。え、当たらん、当たらん。君だ。よし。オッケー、オッケー。んで、あ、やめてよ。はい、これで、ひねります。んで、これをひねって、次またどっか戻るんか。え、どこに戻るんや。あー、なるほどね。あのなんかぐるぐる回転してる洗濯機みたいなとこに戻るんや。戻ってきました。ほんで戻ってきて、次どこや。戻ってきて、赤と緑のパイプが通っている水路。え、あ、え、赤と緑上の方、これか。あ、めっちゃちょうどいいところやった。イエーイ。上だ上だ上で、多分一番端っこの痛い一番端っこのあの何扉に入ればいいんか。とりあえず一旦あそこを、はい、ここまではフックショットで、そこはフックショットでいけんかそこはいけないか。でも一旦、でもどうかな、どっちでもいいんやけど、そこ普通に行けんよね。え？行ける？え？行けんよね。まあ、こう、凍らせまして、まあ、地道にでいっか。あ。んで、凍らせまして。あ、これ。上がって。おー、よかったよかった。上がれんかと思った一瞬。
で、ここの扉か。こいつあれか、凍らせるやつやんね。あ、なんか中に何も入ってないやつ、凍らして足場にするやつやんね。ちょ、こっち来て、こっち、こっち、こっち、おっそ、あ、間違えた間違えた、ユミと間違えた。あ、近い近い近い、ちょ、近いって、待って、近いって、あ、近いって、こっち来んなってマジこっち来んなって。もうこの位置でいっか。で、押してけばいいんやんない押しよる途中で溶けたりとかある？いやいや、乗る、溶けそう、大丈夫、よし。んで、回す。え、びっくりした、爆発した。え、私生きてます？なんか私の、え、あ、おった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 、そんな全然見えんくなるんや、そんな。これでバルブを回したんで、こいつどんな感じやったっけ。こいつもそのパターンか。これあれか、氷の矢か。水分の塊みたいな状態になっとるけん、あの状態になった時に氷の矢で凍らせて攻撃か。なんかそんな感じやったような気がするぞ。でもあと1回ぐらいでいけそうな気するんやけどな。どうかな。どや、やったー、めっちゃギリギリ、超ギリギリ。回復したい。あ、で、ここに出てきて、ここでなんかゲットするんやったな。何があるんやっけ、ここ。ボス部屋の鍵。ってことはもうボス部屋に行けてしまう状態にはなったわけや。ただし、私は、ボスに挑む前に、はぐれ妖精を全部集めたいけど、今回まだ一匹も集まってないけん。ね、違う違う、ゴロンになれ。あ、壊せた。なるほど、そういうことか。じゃあ取り漏らしないわ。なるほど、なるほど、なるほど。ふん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 。あ、そっか、多分前に、樽って書いてるけど、壺の間違いかな、みたいな言ったの。なんかゴロンなら壊せるんやな。なるほど、そういうことか。じゃあこれで8匹。部屋券なんか酔ったのが、なんか初見とかで挑んでいくと、なんか、まあ、ほとんどの人が普通にまた初日から途中でね、やり直しになるらしいよみたいな。それは私絶対無理やんってなっとったんやけど、ここっすね、よし。はあ、よしよしよし。んで、ここに上がって、上がっていきます。あー、そっか、ここでフックショットを使ってさ、あいつを引き寄せてしまってキッショってなっとったんよね。落ちんように行こう。めちゃくちゃ体力減ったし。待って。回しまーす。よし。んで、なんか、天井裏にはぐれ妖精。あ、なるほどね、これか。え、この上ってさ、私、多分、何の音今の。多分、
前回やったら結局行けんかったとこなんよね、この天井裏。もうちょいギリギリんとこか。行ける。はあ、よし来た、これや。なるほどね、めっちゃ簡単に来れるやん。はい、これではぐれ妖精9人目、イエーイ。ここでとるよね。戻ってきた、よし。で、多分どこが変わったんか、あ、これか。あ、これこれが前回出てなかったんよね。ってことはこっちか。で、ここからフックショットか。これだ。で、この真下の、あ、よし。で、これを回すと、で、この次に、黄色の足場のバルブをひねる。黄色の、さっきのとこか。順番が重要なんかな。さっきの状態じゃいかんかったんかな。黄色ひねってから赤とかじゃ。一回来たもんね、ここ。え、これで合っとるよね。で、この黄色ひねって、これで逆回転になったけん、でこの状態でまたあのぐるぐるの部屋に戻る。オッケーオッケー。ぐるぐるの部屋どこやったっけ。あ、まあ普通に進んでいけばいいんか。はい、でもう一回ぐるぐるの部屋行きまーす。んで、ここから赤と緑のパイプがある部屋どこや。赤と緑、これか。これっぽいぞ、多分。へえ。絶対あれ初見掴まれるやん。出てきた。ここ多分魚いっぱいおったよね。あ、いけそう。で、これが11匹目のはぐれ妖精。イエーイ、11匹目。ふぅ。んで、あとはこの部屋出ていくんか。んで、あそこの宝箱にフックショット。この宝箱の中かな、はぐれ妖精。どうや。イエーイ。なるほど、なるほど。これで何匹って ?12 匹。あと3匹。はい。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。